今のですね、1変数多項式の除算、乗用付き除算をですね、なんで先に出したかって言いますと、これから整数同士の除算を行って、それがその中国乗用算法の計算量の見積もりに関わってくるんですけれども、この整数同士の除算っていうのはですね、アイデアとしては、今述べました1変数多項式の除算とほぼ同じような形で、考えることができるということで、その1変数多項式の除算を先に紹介しました。で、ここからはそれを踏まえて、整数同士の除算の計算量の見積もりをしていきたいと思います。まず、差し当たり最初に考えるのは、その単精度整数同士の、乗算がどういうふうに行われていたかというのをちょっと思い出してみましょう。X と Y が整数 で1ワードずつだったとします。X が1ワードで Y が2ワードの数だったとき、まあ、もしくは N 桁と N 桁の掛け算でも結構です。で、この2つの数を掛けたときの大きさがどのぐらいになるかっていうと、XY はまあ、たかだか2ワードでしたので、まあ、1ワードの数と1ワードの数の掛け算をしてその結果をメモリに格納するんだったらその結果を入れるには2ワード分のメモリが必要だったということを以前お話ししたかと思います。で、逆にですね、除算の方は今の逆を考えれば良いということで、まあ、たかだか2ワードの大きさの数を1ワードの数で割ってですね、で小がまあ、1ワード、乗用が1ワードの数として出てくるというふうな計算を考えればよいということになります。で、一応、そのことをですね、一応表したのがこちらでして、その割られる方の数をですね、A0 と A1 というその2ワードの単精度の整数を組み合わせてこう表しているんですけれども、この A0 と A1 で作られたこの2ワードの数をこうB という1ワードの数で割って、で、小Q が1ワード、それから乗用 R が1ワードでの結果で出てくると。まあ、そういうその整数の除算をこれからのアルゴリズムでは基本にして考えていきます。で、この割り算のことをですね、囲碁の記号では、その A0、A1 で構成される数を B で割って、その小が9、R を余りにするという、こういう記号で表すことにします。で、一応割り算の計算量というのは、このですね、この一連の計算を、まあ、1回と数えるということにしておきます。ここまでよろしいでしょうか。で、一応このですね、その2ワードの数を1ワードの数で割るという、割り算を単位にして今度はその単精度整数でその多倍長整数を割るというアルゴリズムを考えます。ここではその単精度整数による多倍長整数の除算ですね。で A は K ワードの数ですね。こういう多倍長の数でして、でそれから B は割る方の数なんですけれども1ワードの単精度の数ということにします。そうすると、多倍長の数 A を単精度の数 B で割ってですね、で、出力としては小が一般に K ワードの数、K ワードの数、それから、乗用はこの割る方の数より絶対値が小さいですから、まあ、1ワードの数ということで出力することにします。で、この単精度の数による多倍長の数の、割り算なんですけれども、これもその先ほどの多項式と同じような形でその、まあ、ワード上位のワードからですね順番にその、割り算を繰り返していくという形になります。で、はい。ということで、ちょっとここはですね、またその各自で、ちょっと例題などを作って、調べてみてください。で、一応、そこの、計算量を、見ていきたいと思います。これも先ほどと同じように、その1行目、アルゴリズムの1行目からですね、その計算量を順番に、
追っていくんですけれども、まず1行目はあのループがあるんですけれども、中身の計算っていうのはこの代入だけですので、この1行目は計算量には影響ありません。で、まあ、2行目以降はあの計算量に影響のある計算がありますので、ループの回数を記録しておきます。まず、2行目ではあの、i に関して k-1 から0までのループがありまして、このループの回数は k 回ですので、まあ、θ の k と見積もっておきます。で、その下のですね、この a の部分でちょうど割り算が行われておりまして、でこれがあの序算1回分行われておりますので、これがあの θ の1と、見積もられます。でその下の行はですね、これあの例えば B の行はこれ代入ですし、それから、3行目もですね、これ C とか D にこう C は小を代入する、 D には乗用を代入するって形ですので、これは全部代入ですので計算量には関係ありません。ということで、この、割り算、単精度の整数で多倍長の整数を割った時の割り算の、計算量は θ の K と、いうことなんですけれども、この K というのはもともとはその多倍長数 A の長さでしたので、θ の A の長さということで見積もることができます。一応このですね、あの見積もりをあの後々の中国十三法の計算量の見積もりの時に使います。で、まあ、本来ですとこれを踏まえてもより一般的な話になると、その多倍長数同士の序算の計算量を見積もることになるんですけれども、その話はあの、まあ、ちょっと複雑ですので今回の授業ではあの省略します。で一応参考書としてはあのこちらに挙げましたような本にですね、そのもうあのなどに多倍長数同士の序断のアルゴリズムに関する議論があるので、まあ、興味ある人は参考にしてみてください。一応あの結論だけ述べておきますと、その A と B を多倍長数として、その A の長さが B の長さ以上であったときに、この A を B で割る序断の計算量というのはこの A の長さと B の長さの積のオーダーで抑えられるということが分かっています。まあ、なんとなくあれですね、この多項式の序算におけるこの、次数に対応しているようなふうに見えることは見えますね。はい、それから、このユークリッド誤助法の計算量もしくは拡張ユークリッド誤助法の計算量についても、一応このテキストでは詳しくは省略されていますので、ここでも省略、詳しい議論は省略しますけれども、一応結論だけ申しますと、その A と B を多倍長数としたときに、その A と B からですね、ユークリッドの誤助法もしくは拡張ユークリッドの誤助法を計算する場合でも、その計算量はオーダーの A の長さと B の長さの積で見積もられるという形になります。なんとなくですね、その序算に比べてユークリッドの誤助法の方が計算をたくさんやってるんじゃないかというふうに思えるわけなんですけれども、まあ、実際にはちょっと工夫をすると、一応このオーダーの見積もりの評価で同程度の計算量に抑えることができるということなので、まあ、そこはちょっと注意しておいてください。もし気になる人がいたら、またちょっと質問などに答えたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ次に進みましょう。